おきゆみと佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様こんばんは。婚活料理カウンセラーの青木由美です。皆さん夏バテ大丈夫ですか？女優の佐々木千秋です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて先月の放送でもお伝えさせていただきましたが、青木由美さんが代表を務めてらっしゃる愛され飯協会さんのプロモーション映像がリリースされております、ね、ラジオを聞きの皆さんはもうご覧いただきましたでしょうか、ね、青木さんプロモーション映像の反応とかっていかがですか？そうですね、周りの方からやっぱりこう分かりやすいとか、あとはねすごい綺麗っていう声をよくいただくんですよ。やっぱりこう映像がですね 4K で撮影をしているんですね、ですので、はい、こうプロモーションの動画として 4K を使うってなかなかないそうなので、この映像の綺麗さって言ったところもちょっと注目いただけたら嬉しいです。そうですね、本当にね綺麗ですし、あとあの愛され飯協会さんの教室のね映像がしっかりと、あの見られるプロモーションビデオになってますもんね。ぜひねまだご覧になってない方はぜひご覧いただけたらと思います。実はですねこの番組愛され召し上がれの先月分放送の YouTube に配信しているリメイクラジオをご覧いただけますので、皆さんぜひチェック愛され召し上がれで検索をお願いいたします。そしてもちろん愛され飯協会のホームページでもご覧いただけます。そしてその際ホームページを丁寧にご覧いただけますと無料でとてもためになる情報がたくさんアップされてありますので、皆さんぜひ一度愛され飯協会さんのホームページご覧ください。あのホームページはね、はい、各種レッスンの紹介ですとか、あとはこうレシピ、簡単に作れるレシピなども紹介してますので、ぜひ一度ご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは今回もこの番組愛され召し上がれ、最後までお聞き逃しのないようによろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単レシピを紹介していくコーナーです。そして残り物三段活用というネーミングの通り、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今回の食材は何でしょうか？今回は枝豆についての3つのレシピをご紹介いたします。枝豆確かに ね残るんですよね、この時期ね。いいですよね。あのただねこう茹でて塩まぶしただけでももちろん十分美味しいんですけれども、ちょっと味をつけたり、他の食材と混ぜるだけで、さらに美味しい一品になります。今回ご紹介する3つのレシピ、枝豆ペペロンチーノ風炒め、枝豆のチーズ焼き、ずんだ餅の3品です。楽しみですね。材料はね、こう全て2人分で、ご紹介させていただきます、まずは枝豆ペペロンチーノ風炒めです。枝豆さやつき 200g、にんにく1片、輪切り唐辛子少々、オリーブオイル大さじ1、塩コショウ適量です。まずは枝豆を洗って塩を小さじ1くらい揉み込んでラップをして電子レンジで2分加熱します。電子レンジ使うんですね。そうなんです。でニンニクをみじん切りにして、フライパンにニンニク、輪切り唐辛子、オリーブオイルを入れて弱火で加熱をします。ニンニクの香りが出てきたら枝豆を入れてさっと炒めて塩コショウして完成です。これ一番最初に電子レンジで、加熱するときに塩を1、あの小さじ1杯揉み込んでますので、最後の味付けするときは先に一度ね、味見してから味の調整することをお勧めいたします。なるほど。これちょっと本当に素朴な疑問なんですけど、あの枝豆の殻付きのままっていうことですよね？そうですそうです。殻を剥かずにってことではなく、殻を剥かずに出してる本当の枝豆ってやつですよね。そうですね、それがペペロンチーノの味になってるってことですよね。なってるんですね。やだ、ちょっとお酒進みますよね、そうなんです、ね、風味がついてますので、ビールなんかにもねぴったりだと思います。わ、いいな、やってみよう。そして2品目、枝豆のチーズ焼き、枝豆さやつき 100g、とろけるスライスチーズ2枚、黒胡椒少々です。枝豆を洗って塩小さじ1揉み込んでラップをして電子レンジで2分加熱して、冷めたら皮から豆だけを取り出します。これは豆の中身を取り出すんですね。そうなんです。
で次にフライパンにスライスチーズを並べて、はい、上に先ほど剥いた枝豆を乗せて弱火で加熱をします、はい、チーズに焼き色がついてカリカリになったら取り出して4等分に切り分けて黒胡椒をかけて完成です。これね、カリカリ食感のちょっとこうおやつ感覚の一品が出来上がるんですね。確かになんかねちょっとイメージつかないですよね。なんかチーズを焼いてカリカリでっていうの、そうですよね、うん、枝豆とまた合いそうですもんね、そしてね3品目、はい、ずんだ餅です。はい、枝豆さや付きで 200g、はい、グラニュー糖大さじ1杯、うん、塩少々、お水大さじ1杯、お餅2個、はい、うん、もしもお餅の代わりに白玉団子を使いたいという場合には、はい、白玉粉 100g に対してグラニュー糖大さじ1とお水 80cc でお団子を作ってください、はい、まずは枝豆を洗って塩小さじ1揉み込んでラップをして電子レンジで3分加熱します。はい、豆を鞘から取り出してさらに薄皮を剥きます、うん、薄皮剥くんだ。へー、このね薄皮剥くことで食感良くなりますのでね、はい、なるほどね。そして完全に冷める前に、はい、フードプロセッサーに剥いた枝豆と、はい、お砂糖、塩、お水を入れて混ぜてずんだを作ります。はい、次にお好みの焼き方をしたお餅、これにずんだをまぶして完成です。こちらはですね、あの甘いのが大好きっていう方もいらっしゃると思いますので、甘さはね、あのお好みのお砂糖の量を足したりして調整をしてみてください。なるほど、あのね、私宮城県の出身なんで、ずんだ餅ってもう本当に家庭の中で当たり前に、そうですよね、特産品、そうなんですよ、育ったんですけど作り方って知らなかったなって改めて思いました。じゃあちっちゃい時から一般的にずっと食べられてたんですね。そうですね、だからお砂糖が入ってるから甘いんだっていうことに多分幼心では全然気づかずに、こういう味がついたお豆なんだっていう感じで食べてたので、なるほどなるほど、はい、ちょっとなんかこの年になってずんだ餅の作り方を知れるってちょっと嬉しいなって思っちゃいましたね。よかったです。いや、枝豆ってやっぱりねそのまま食べるイメージがすごく強かったので、なかなかこう料理の中に取り込むっていうイメージが全く湧かなかったんですけど、枝豆すらこういう風にね、あのお料理の一つになったりとか、おつまみとかね使っていけるんだなっていうところが結構私の中でない発想だったので、すごい勉強になったというか、良かったです。いろんな食べ方をね、うん、これで楽しんでいただけるんじゃないかと思います。そうですね、ぜひね皆様も枝豆きっとね残っちゃうと思うので、ぜひあのお手軽に作れるね、こういったあの3品、今回の3品お試しいただけたらと思います。青木さんありがとうございました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん枝豆を使った追加の一品おすすめです。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は、はい、料理にこだわりたいという方向けの鉄のフライパンを3種類ご紹介いたします。確かにこだわってそうなイメージですね、鉄のフライパンってね。そうですよね、あのお手入れはねちょっと必要になって、はい、あとはまあ少し重さがあるというのが鉄のフライパンなんですけれども、はい、ただし長持ちしますし、料理の味が良くなるというのが最大のメリットなんですね、はい、一般的に野菜炒めやチャーハンなど、はい、手早く調理して素早くお皿に移すようなお料理には、はい、薄めの鉄フライパンが向いています。そしてステーキやハンバーグなど、はい、中までじっくりと火を通してジューシーに仕上げたいというお料理には、うん、厚みが2ミリ以上の鉄のフライパンが適しております。そうなんですね、知らなかった。こうしたねこう使い方、うん、あの用途のこう違いっていうものがありますので、今回はランキングではなくっておすすめの3種類の商品をご紹介していきます、はいはい、お願いします。まずはタークさんのクラシックフライパン、はい、Amazon で26センチだと税込 16,800 円です、うん、
タークの製品はですね、1857年にドイツで作られ、今もなおプロが愛用する商品です。職人が一つ一つ鉄を打ち出してハンドメイドしたクラシックフライパンと、機械でプレス加工した量産型のプレスパンというものがあります。今回ご紹介しているクラシックフライパン、このね、フライパンは100年使えるフライパンというね、お名前が通っていまして、ブランドにこだわりたい方にもおすすめです。すごいですね、100年使えるフライパン、長持ちするっていう ねなんかこう代々受け継いでいきたいですもんね。確かに。そしてね、2つ目、柳総理さんのマグマプレート鉄フライパン、アマゾンで25センチですと税込み4465円です。このマグマプレートというのはですね、内側と外側の両面に細やかな凹凸をつけた独自開発のプレートです。この凹凸によって表面積が広くなるので、通常の鉄フライパンよりも熱伝導が良くなって、食材の芯まで一気に火を通して食材の旨味を閉じ込めることができるそうです。へえ、そうなんだ。さらにですね、鉄のフライパンというのは最初に焼き込みをするんですけれども、それが全くいらないということで、手軽に使いたい、買ってすぐにね、もう使いこなしたいという方におすすめの商品です。そうなんですね、焼き込みっていう作業が入るんですね。そうなんです、知らなかったです。そうなんですね。そして3つ目、パール金属さんの鉄職人、鉄製フライパンという商品で、Amazon で26センチですと税込み1767円です。お安い。そうなんですよこのね、お手軽価格なのに、お料理は美味しく仕上がって、熱のムラが少ない優れものなんですね。でとっても同じ金属製なので長持ちしますし、重さも 950g と鉄フライパンの中では軽い方なので、家庭での使いやすさは一番です。そうなんですね。もうね、初めて鉄のフライパンを購入したいという方にはこのね、パール金属さんのフライパンおすすめです。そうですね、お手頃価格で、しかもあの軽いっていうことなんで、私ちょっとこのパール金属さんのちょっと気になりましたね。いいですよね。長く使えますし、そうですね、通常の、フライパンよりもちょっと料理のね、味も美味しくなるっていうところでねそうですね、お料理もなんかさらに楽しくなりそうな気がしますもんね。そうですね。いや、鉄のフライパンも本当にいろんな種類があって、しかもその厚さによってお料理の用途実は違うんだよっていうのも知らなかったので、すごく勉強になりました。よかったです。はい、ぜひね、皆様もお料理される時に鉄のフライパンちょっとお試しいただいてはいかがでしょうか。青木さん、今回もありがとうございます。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、続いてのコーナー、千秋のぜひものソングですが、恋愛のぜひもの楽曲を私佐々木千秋がセレクトさせていただき、毎月この番組2回放送ともかけさせていただくコーナーです。今回は緑黄色社会のメラという楽曲を選ばせていただきました。なんか美味しそうな緑黄色野菜ではなく社会ですね。なるほど。そうなんです。ちょっとね、 お名前面白いですよね。一度聞いたら忘れられないあのバンド名だと思うんですけれども、あの日本の男女混成4人組バンドなんですね。で、2011年に結成されていて、あの高校の軽音楽部で編成されたメンバーが、今されてるそうなんですけれども、この楽曲はあの日本テレビ系のスッキリという番組の一つになろうダンスワンプロジェクトという企画の中で課題曲ともなった楽曲なんだそうです。そうなんですね。なのでもしかしたらちらっとね、あのお耳にしたことある方いらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、じゃあなんで今回この楽曲選ばせていただいたかと言いますと、気になります。はい、あの、まあ、夏ということもありまして、ちょっと前向きなね、あのいろいろいろんなこと始めてみようかなって思ってる方も多いんじゃないかなっていうのがありまして。そうですね、気持ちもね、明るくなる時期ですしね。そうなんです。で、すごくアップテンポな楽曲なので、きっと聴いてたらハッピーになれるんじゃないかなというところもあるんですが、まあ、あのこの楽曲始まりの歌詞がですね、今なんじゃないから始まるんですよ。
ほう、なんか面白い歌詞からスタートなんですね。そうなんですよ。急にこうメッセージをね、与えてくれて爽やかにスタートするんですけれども、私この楽曲の中で、まあ、恋人同士もそうですし、夫婦もそうですし、まあ、仲間とかもそうだと思うんですけれども、うん、結構手を取ってくれないか、ギブとテイクさ、君が僕のヒーローだったようにとかね、僕らだけの世界、ギブとテイクさ、補い合えた暁には同じ夢を見たいとね、こうなんていうか、こう2人の世界、仲間同士の世界が描かれているのかななんて歌詞の中から思いまして、これって恋人でもそうなんじゃないだろうかってふと思ったんですよね。やっぱりこう2人だけで築き上げていく過程があるじゃないですか、なのでギブしてもらったらテイクする、お互いにギブアンドテイクって、これっていい関係だなって思ったので、ここの歌詞ギブとテイクさっていうか歌詞にすごく惹かれて、まあ、選ばせてねいただいたんですけれども、はい、最後にですね、こんな僕も君のヒーローになりたいのさっていうメッセージを残してこの楽曲終わるんですけど、ちょっといいですね、なんか良くないですか、最後の締めのメッセージがなんか説明ベタになっちゃったんですけど、かっこいい終わり方ですね、はい、そうなんです、すごくかっこよくて、なんかお互いにこうヒーローになり合えたらなんて素敵な関係なんだろうということで今回この楽曲をね選ばせていただきました。いいですね、はい、なのでぜひね恋人がいらっしゃる方、あと家族のね家族を思ってる方もこの楽曲聴いて、あ、ギブアンドテイクって大事だなって感じていただけたら嬉しいなと思います。そうですね、ちょっと歌詞にも注目して聴いていきたい曲ですね、はい、続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回はですね、はい、片思いばかりでいつも恋愛がうまくいかなかった女性のお話です。当時33歳だった女性は、はい、私が配信している無料のメールレッスンを読んでいたものの、はい、お付き合いしている彼からそのうち結婚の話が出るだろうと思って、メールを読んでも、はい、その時はふーんと読んだだけで終わりにしていたそうなんですね、はい、彼女はそれまでもね、片思いばっかりで、仮にお付き合いしたとしても、はい、短い期間で終わってしまうことが多かったようで、まあ、少しでもね、こう彼に会えなかったりですとか、はい、連絡がないと私のことを嫌いになったんじゃないかと不安になったり、はい、これを言ったら嫌われるんじゃないかと自分の気持ちを伝えられないということがたくさんあったそうなんです、はい、ですが、その当時お付き合いしてた彼からは連絡もちゃんとありましたし、はい、だからきっと大丈夫だろうと、このまま ねずっといつか結婚の話が出てくるんだろうと思ってたそうなんですね、はい、ですが、はい、いきなり彼から別れようと言われてしまったそうで、もうね、それで慌てて愛され飯のワンデイレッスンに参加されたんですね。いや、焦りますね、確かに、ね、ちょっとびっくりですよね、なりますよ ね愛され飯でね、こう必ず個別相談を行うんですけれども、はい、まあ、これまでの彼女の状況ですとか、彼との様子などをですね、いろいろと聞いていたところ、はい、まあ、自分に自信がなくて思ったことを伝えられないということを変えていけば、彼女の状況はどんどん変わっていくんじゃないかというふうに分かったんですね。なるほど。彼女はですね、はい、これまでいろいろな恋愛本やネット記事を読んでも、はい、まあ、具体的に何したらいいのかが分からず、まあ、悩んでいたりですとか、まあいっかと言ってね、読み流してしまっていたそうなんですけれども、ちょっと分かるかもで、具体的にどうするってなかなか分かりづらいですからね。そうですね、まあ、愛され飯でですね、はい、的確な分析でですね、やるべきことが分かったと言って、3ヶ月間彼女はレッスンを通してひたすら自分と向かい合いました、はい、ステップに沿って家でお料理を作ったりですとか、メニューを考えたり、学んだりというふうに行動してったことで、はい、少しずつ料理時間が短くなってることを実感して自分の自信にもつながったと話していました。
生徒さん一人一人に専属のコーチがねこうついてアドバイスを行っていくんですけれども、はい、コーチとの相談もですね、メールで何度も何度もこうメールで相談をして繰り返していったことによって、自分の気持ちや状況をきちんと相手に伝える、上手に伝えていくっていうのがどんどん上達していってですね、はい、彼女の職場の同僚の方には、最近綺麗になったねとか、最近性格変わったねなんて言われるようになったそうです。すごいですね。周りの方もどんどん気づくですね。彼女は自分に自信を持てて、自分の気持ちや状況を相手に伝えられるようになったことで、婚活アプリで出会った男性とも初めて自分の気持ちを素直に伝えるということができて、お付き合いにつながってきました。すごい。そうなんです。もうね、お料理ってただお腹を満たすだけのものではないんですね。本当ですね。自分の心や体と向き合ってコミュニケーションを取るということで、自分の考え方や使う言葉、習慣や人生を変えることができるものなんです。料理はコミュニケーションなんですね。いや本当にその通りですよね。だってもともとこの方はその青木さんのところから送られてくるこのメールに対してふーんって思っていたのに、ちゃんと料理に対して向き合ったことによって、日常生活でも人ともちゃんと向き合えるというか、素直に自分の気持ちとかを伝えられるようになったって、これってすごい行動力というかですよね。それまでねずっとふーんって読んでいたところから、とにかく自分を変えなくっちゃっていう彼女の行動、行動力だったりとか、素直にどんどんやろうっていう、実行しようって思う気持ちっていうのがやっぱりすごいですよね。本当ですよね。ね、本当にこうなかなか自分で気づけない、こう人に伝えるっていうこと、素直に伝えられてるかなってこう立ち止まらないと気づけなかったりするものですけれども、やっぱり一つ素直になることによって周りも素直に、ね、反応してくれるようになるんだなって、今回 の, あのこのエピソードを聞いて改めて感じました。いや素敵なお話でした。ちょっと私も素直に頑張っていきたいと思います。素直に慣れてないところがあるんですか。そうですね、ちょっとあるなってこうなんとなくね、なな感じたので、素直に頑張っていこうかなって思いました。ありがとうございます。皆さん、今回のエピソードは参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方は、ぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、もう早くもエンディングのお時間になってまいりました。今お聞きいただいております婚活料理番組愛され召し上がれは、毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りいたしておりますので、ぜひ次回もお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送はいかがでしたか。やっぱりね、こうあっという間ですけれども、たくさんの情報を伝えてきたんじゃないかなと思っております。はい、そして私、青木由美の SNS、インスタ、フェイスブックでもいろいろなコーナーでピックアップさせていただいたお料理の画像なんかもね、アップしておりますので、ぜひチェックいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想、ご意見、ぜひお聞かせいただければと思います。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千明でした。では皆様、愛され召し上がれ。皆さん、いかがでしたか。愛され召し上がれ、ぜひチャンネル登録お願いします。